鼻水がズルズル止まらない時、すすって戻したり、あ、でもなんかムズムズしてきた、ティッシュで栓をする、それだめ。鼻水にはですね、侵入してきた細菌やウイルス、花粉などを洗い流す役割があります。その鼻水が鼻の中にとどまっていると、バイ菌がどんどん繁殖してしまうんですね。え、バイ菌が繁殖？実は鼻水の成分は血液を濾したもので、栄養を多く含んでいるため、バイ菌を増殖させる原因になるという。鼻水が出たらしっかり噛むのがそれまんとはいえ、風邪や鼻炎などで鼻水がいつまでもズルズルするときに、鼻の中を簡単にすっきりさせるのが、鼻うがいをするときは水1リットルに対しておよそ9グラムの食塩を入れるのがそれまで。鼻うがいには適切な濃度の食塩水、覚えておきましょう。鼻詰まり、呼吸がしづらかったり、匂いが感じられなかったりと、生活に支障が出て辛い鼻詰まり。鼻詰まりで辛い時は、ご家庭にある身近な食べ物の匂いを嗅ぐだけで簡単に解消できます。正解は玉ねぎ。玉ねぎだ。そんな玉ねぎを使った鼻詰まり解消法、先生、そのそれまるなやり方は、皮付きのまま輪切りにして匂いを嗅ぐだけですぐに鼻詰まりがなくなります。すごい。鼻から息を吸うように深呼吸を1分、口呼吸にならないようにしましょう。それだけで。実際に鼻詰まりでお困りの人たちにやってもらうと、え、なんだ、なんだ、そんな本当ですか。ちょっと、うん、通ってきた気がする。うん、すごいね。通った通った。と効果てきめん。鼻詰まり解消には玉ねぎ、ぜひお試しを。